松平定長の墓、松平定長は、江戸時代後期の大名。道の区国白川藩の第四代藩主、後伊勢国桑名藩の初代藩主。定綱慶九将松平家十代。下には十四位下、左小野江県少将、四季部大輔。白川藩主、松平定信と性質の早草姫の子として、江戸城塞の丸邸で生まれ。 幼名を太郎丸と名付けられた。わずか11日前に生まれた兄がいたが、こちらは、側室の子であったため、次郎丸と名付けられて、次男として扱われ、正室の子である太郎丸が、長子若男とされた。文化9年に、父の隠居に伴い家督を相続した。ため缶詰。文政6年3月24日、佐だなが奥穴へ、 ク名ナの松平忠行を武蔵国忍へ、忍の安倍哲丸を白川へ移す参加領両替が命じられた。これは隠居して、なお存命だった父、貞信が、その地に国返えしたいという希望に寄ったとされている。しかし遺説として、2年前の文政4年、当時白川藩に命じられていた江戸湾警備の負担に耐えきれなくなった貞長は、江戸湾に、 近くほぼ同規模の下佐国桜藩への添奉を申し入れて桜藩主、堀田正しあいと紛争になっており、その懲罰として、桜長を桑名に移す代わりに、白川藩の公認として桜藩に江戸湾警備を引き受けさせたとする説もある。桑名に移った桜長は、白川時代の1万4千両に加えて、添奉によって新たに釈材9万両を抱え、 10万4千両の釈罪で苦しむ犯罪性を再建するため、文政7年から10年間の期限で過信の事業削減を行った。しかし折悪く、江戸上屋敷の累商やお手伝い武進で犯罪性は皇天の兆しを全く見せず、大阪商人からの釈罪や御用金などで急場をしのいでいる。天保八年には、藩の飛び地があった越後柏崎の陣屋が、 幾多万の乱に巻き込まれ、死者を出しながら、過労じて鎮圧するなど、多難な反省が続く中で、天保9年10月に江戸で死去した。去年48、家徳は、長男の定和が継いだ。松平定綱の直系ではないが、聖母の早草姫が定綱の兄、松平定行や、小地松平行元の血を引く。ありがとうございます。